はい、こんばんは。タクルン長崎タクルンです。今、長崎の夜景をバックにですね、動画を撮っております。ビーン。はい。Let's get the friendly ということで、今、いろんなお客さんとの、コミュニケーション、会話をですね、動画を撮っております。さあ、第3弾はですね、福岡県大牟田市から、長崎に移住して3年目という女の子のですね、動画を撮っております。もうめちゃくちゃ可愛くてですね、愛嬌が良くて、笑顔が素敵な、お客さんだったんですが、残念ながら、お客さんの要望でですね、モザイクを入れてくれということです。皆さんのですね、素敵なって言いますか、素晴らしい、想像力で、どういった方かなっていうことを想像しながらですね、見ていただければと思います。さあ、今回もですね、皆さんご覧になっていただいてありがとうございます。では、いよいよスタートです。 Let's get starting。 バイバイ。書きますよ。毎日書いて消し、書いて消しっていう。そうですよ。このマジックもチッピですし、だからといって給料が上がるわけでもないですし、何が楽しいかと思ったらば、やっぱりみんなが見てこうニヤって笑うような感じですね。マスクをはめて、フェイスマスクをはめて、あそこに棒で、いましたらば、正面から来るお客さんは「わっ、この立ち席色ある」って言ってから乗りたくないって感じで棒と言いながら行きますけどね。逆効果になってますね。いえいえ、でもほとんど、一部の方ですけど、ほとんどの方は面白いという感じで。本当に珍しいなと。いえ、じゃあ一応、まだまだ一応シークレットだったんですが、今年も一応クリスマスバージョンのイルミネーションとデコレーションしますんで。イルミネーションするんですか？しますよ。夜になったら全部後ろこう明かりがつくようにします。すごい。ヤンキーじゃないですよ。ヤンキーじゃないですけど、車窓に、なんて言いますかね、クリスマスのサンタクロストナカイさんの型紙を貼って、スノースプレーでバーッとしてから、もう3面ですね、後ろとさらに3面として走らせます。じゃあちょっと街で見かけたら。いや、街の方にはあまり行きません。あ、そうなんですか。恥ずかしいですから。あの辺りが、うちが安全タクシーという小さな会社なんですが、左をテリトリーしてますね。そこら辺でボーッと行きます。いえいえ、こちらこそ。いや、観光関係ないですね。逆に2時間3時間観光してて、先ほどお客さんから言われたら自分断ってましたよ。店員さんですね。はいはい、を、相手にアテンダントとコンシェルジュみたいなことやってたり、やってるんですよ。じゃあ、もちろん、はい、英語喋れるんですか？もちろん長崎弁です。もちろん長崎弁なんですね。
まあそういった感じ、まあ冗談ですけど、であの話は変わりますが、あの福岡で美味しいもつ鍋屋さんとか、もしあったら教えていただきたいんですけど。大牟田とか。ああ、そうですそうですそうです。じゃあ大牟田でヤンキーのたまり場って言ったらそうか、言うとやっぱ大牟田ってヤンキーでも大牟田だったらやっぱりあの、こう、まあ、今は閉山になってますけど、鉱山っていうかの炭鉱のあれですかね、じゃないんですかね。そうですね、ヤンキーとですか。恐縮なことあのお願いして申し訳ないんですが、はいはいはい、YouTube の動画開けていいですか私ね、はい、一応タクルン長崎という名前で上げてますんで、はいはい、今社内の話取りました。ありがとうございますお願いします。ネタがこれで一つ増えましたんで、はあ、いや大丈夫です、モザイクかけときます